はようございます。くんくんです。中村です。結構起きてるんですね。よかったです。今運動しながら聞いてます。気持ちとてもいい。どんな気持ちいい運動があるんですか。私運動で気持ちいいとか思わないんですけども。みたいな。もう本日もですね、皆さんに朝から元気な。有一档广播节目在日语学习者中很有人气，这位日本女性和她身旁的中国女性就是这档节目的主持人。足が速い、足が速いっていうのは、このあなたが今お書きになった足がザオシャンハーのザオだと腐りやすいって意味で、中村先生は足が速いって、中村先生は腐りやすいって言ってるんで、だから足が速いの方は速度の速を書いてもらわないと、あ、中村先生は足が速いんですね、そうですね、やっぱり最近腐ってると思いましたよって言われちゃう。足很短、もう特に終わっちゃって。はい、今日は以上。皆さん、今日もですね、朝早くから結構来てくれましたね。そうですね。次の朝ラジオお待ちください。それじゃあ皆さんまたね。またね。バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいですね。でも結構早いスピードで喋るじゃないですか、はい、どういう方が聞いてるんですか。やっぱりそれなりに日本語が、うん、はい、レベルが高い方でもすでに日本に留学したもしくはしている、今日系企業で働いているという方が、早くても私たちの話し方は範囲を出てないですね、文法、うん、N3、ね、N2 は行ってないと思いますね。 N2 は多分今日行ってない。そういうこと考えて喋ってるんですか、ね、やっぱり日本人は結構多い。ああそういう、あの、なんていうんですかね、こう話っていうか、というよりもとか、そういうふうにしちゃうと、そういうわけではなくてとか言われると なので、中国の人はもともと中国語はずっと左から右に行ってる言葉なので、この通り日本語ももし戻りそうになったら切っちゃって、接続詞をつけて違う言葉にまた分離すればいい。そうすればスピードが速くても、あの、戻らないので、ずっと私の桜は灰色だ。今年の桜は灰色だ。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。就故意在这个漫展里面，我是年龄最好了。我刚想说我是年龄最大的，还有一个，我看到了那个主人公了，在教大家跳这个 modeling 啊啊，走走走走，照片的照片，照片一下啊，お願いします。中日交流会馆でどういう場所ですか？会社なんですけど、これはニックネームみたいな感じで、いろんなところで日本関係の行事をやっています。なるほどね。こういう活動をずっと大学時代もやってたんですよ、彼らの。だからあんまりやってることは変わらない。ちょっとお金がかかってる。まあようやくね、以前は大学の文化祭ですよね。もう今ラオバンですから。あ、なるほどね。つい本当、昔、私が昔は採点してたのよね。今こっちが採点する。これダメです。評価あるね。对于漫展完全不感兴趣的中村老师，听说在漫展上会有很多喜欢日语的人，所以决定来这里举办一次关于日本文化的讲座。但是，はじめまして、中村のりこです。大家好，初次见面，我是中村静子。这位是中村静子。皆さん、ちょっとでも涼しい気持ちになってもらいたくて、夏の風物詩というテーマでお話をします。
私気になります。やっぱり今他のものを聞きに来てるからなかなか今まで私がやった講座で一番難しかった。大変、ちょっと早く帰りたい。2003年来中国任教之前，中村老师在日本已有一份稳定的私塾教师工作，但一件偶然发生的事让当时的他决心辞掉工作来到中国。最初なんて来たんですか？呼ばれてる感じ？あの感じ？テレビを見たんですよ、うん、日本語教育のテレビで、はい、でどっかの、まあ、ちょっと全部忘れちゃったんですけど、田舎のね、大学だったですかね、日本語教師がいないと、日本人のすごい勉強してて、自分の学生はそんなに勉強しないでしょう、あっち行こうと思って、ただそれだけです。教室が変わっただけ。中村老师和自己曾经的学生张军会一起合租，工作和生活几乎都在一起。おはようございます。どうぞどうぞ、どうぞ、あ、いいです、失礼します。こんにちは。あとあそこにいます。綺麗にしてますね。可愛い、她長得好漂亮。見えますね、すいません。有打架吗？中午，中村老师打算做一道拿手料理招待节目组。只有鸡蛋子的三明治。どう？老板がですね、何度も言いますけど、老板がですね、あのゆで卵とスクランブルエッグの卵サンドはどっちがいいですか、ゆで卵ですねっておっしゃるものですから、これは生卵挟むわけにいかないの。すごい香り、うん、卵が美味しいです今日は。あ、でも黄色いです、これはね、粒マスタードと胡椒ですね、軽く、うん、さっきちょぽって入っちゃった塩が本当にしょっぱくないですか、大丈夫ですか、うん、大丈夫です。よくさっき、ね、クンクンする、本当出さないよね。カメラマンの人の特性をよく分かんないと撮らないでね、は撮るの。何回やってるんですか？最近ほぼ毎日。これを見てわかるんですね。对，结果我的香锅呢，我都已经玩到七十关了，但是我消耗的卡路里跟中村老师消耗的卡路里是一样的，我所有的都是轻度，因为我是肌无力型选手。もう少しゆっくり行こうか。ちゃんと来るんだ。2011年，中村老师在中南政法财经大学任教期间，认识了正在读大三的学生张军会，两人一见如故，创立了校内日语社团南风社。想为更多的日语学习者提供一个交流平台的中村老师，在张军会的建议下，2014年创立了网络日语电台中村 Radio。彼氏は、あ、彼氏いないそうです。カメラが揺れちゃうね。で、漏れなく私がついていくから大丈夫です。ジャージョンで分かります、分かりますよ、嫁入り道具。みんな思ってるんですよ、クンクンが結婚しないのは私がいるからだって。違うんですよ、占いで30前に結婚しちゃダメって言われてるからしてないだけ。おばあちゃんが占いで、だからこの子の家は静かなんですよ今。私も占いしてもらって、結婚したらあなたのパワーが強すぎるので夫が漏れなく早死に。嘘。本当に、もうなんかすごく気持ちよく書いてありました。そしてあと家族を離れた方がいい、で家族を離れないと家族の人たちが病気になる。面白かったのはなんだっけ、食神菜、神神菜、食べてればいいことが起こる、太っただけ。中村老师特别喜欢长沙的美食，
据说住在武汉时就经常为了一顿湘菜和张君慧一起坐高铁去当地品尝。結構ジョバとかのチャンチャンも美味しい、美味しいんです。意外と、ただここはもう調査に来たらやはり来ていただかないと、はい。すごい、すごい。搬不动哎！天哪！麒麟臂都要出来了！哈哈哈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 ！干杯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 ！嗨，嗯，谢谢。やっぱり烤串儿的时候一定要喝啤酒啊。ですね。あ、美味しい、美味しい、美味しい。この吃烤串。あ、美味しい。でしょ、もう最高なんですよ、もう。美味しい。これで信じてもらえます？調査食べ物できたって。確かに。でしょ？わかります。美味しい。鸡蛋鸡翅都不吃牛油。もうね、なんで彼女がいるんだろう。为什么你有女朋友呢？就是我公司有很多可爱的女生。你知道他为什么给你推荐他们公司女生吗？他觉得只要你娶了某一个，还能跟着他进来。你有跟你一样可爱的、比你年龄大的吗？他的爸爸。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！小心的死了！他是红人，然后就不要给我了。他一直很红，白搞了，长得白色的呢。真的像。どうしてここにいたいかってもうこういう人がいちゃうと思うんだ。確かにこういう人に会っちゃうんですよ。私ブタンで誰も会ってないんですよ。島田さんだけ面白かったのは。島田さん面白い。こんにちは。私ずっと私が中国人でそっちは日本人だと思われてた。知ってたけど私は何も話しかけないでいたんですよ。じゃあ私にニーハー似てる。で、私がちょっと日本語で、わあ、日本語上手。そう、ありがとうございます。うわ、日本。バイバイ。2018年，日语专业研究生毕业的张君慧决定自己创业，投身日语教学领域。此时的中村老师也做出了自己的选择，决定辞去教师工作，和志同道合的张君慧一起创业。喜欢长沙美食的两人索性决定去那里开始新的事业，之后在长沙正式成立了公司，并开办了网络直播课中村日语教室。皆さんこんばんは。こんばんは。本日は N2 の文法の復習を行います。私は講師の中村です。助教のくんくんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。3番、明日はいよいよ試合だ。力の限り頑張ろう。つまり全部、全部です。限界っていう感じですね。もう全部力の限りです。もう全部の力で、そういうことです。全部がポイントです。この例文を見ますね、テストでね。はい。全部、すべてというイメージを感じたらの限りなんです。世の中の人は教師を勘違いしてるのかなんだか知らないけど、自分がすごいとか自分がカリスマとか、それが違って輝かせてなんぼで、自分が目立ってるうちは二級ですよね。私はもう、 こう目立ってることをしてる時にはちょっと教師ではないですね。教師でないっていうか、日本語を好きになってもらうガイド、ガイドさん。なるほど。で、教える時は教師ですけど、私は塾で働いてる時によく若い先生に言ったのが、よく言うんですね、採用した時に、あ、頑張りますって。あなた頑張らなくてもいいですから、学生が結果出してくれればいいですから。あ、なるほど。何も教えなくてもいいですよって。教えなくてもこの子が試験の時にいい結果出せば
いんです。あなたが頑張ってこの子に勉強させさえすればいい。一番大切なことはこの子が勉強したくなるように、この方が勉強楽しくできるように、大人もね、すればいいんで。最後、はい、私があなたがここに住む理由は何でしょうか。美味しいものがあって、それを食べて育った、面白くて熱心で優しい人たちがいて、これから調査で何を目標にして頑張っていく予定ですか。はい、調査を日本語の街にします。日本語勉強したい時にどこに行けばいいかよく分かって、日本語をやってる人が自信を持って日本語をやってるって言えるように頑張ってください。また今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。香菜根是吗？我的香菜哇，香菜根我个好きですね。香菜好き。嗯。よく聞いたらいつも言ってることですよ。言い方を変えてるだけなので。我们在 YouTube 新开设了会员频道。打开和之梦官方频道主页，点击加入，每月仅需290日元，即可享受我助会员加长版视频以及专属福利，快来加入吧！